お口にできものができてイライラしております。はい、ということでやっていきましょう。どうもうららございます。最近なんかできたんだよね、口にね。ちょっと気になる。なんだろうね、口内炎じゃないような気がするんだけどな。まあいいや、とりあえずやっていきましょう。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこらえ戦争、今回はほんわかの方でやっていこうかなと思います。で今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。超破壊大帝ドラゴンエンペラーズに新キャラ、あー、行かないで。はい、こちらでございます。ということで新キャラクターの方が来ましたね。ということで新たなる伝説のドラゴン参戦ということで、海流ダライヤさん、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 なんかなんとかさんみたいだな。まあ新キャラクターの方が来ましたので、ちょっと今回は久しぶりにドラゴンエンペラーズのガチャの方を回していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速見ていこうかなとは思うんですけれども、こちらの、ダライヤさんか。ダライヤさん。もうなんか人の名前呼んでるみたいですけど、まあ、今回の新キャラクターのちょっと性能の方見ていこうかなとは思うんですけれども、これでございますね。超生命体特攻を持ち、浮いてる敵と天使を遅くするという感じでございますけれども、遥か昔に海を支配した伝説の竜族っていう感じでございますね。まあ、まさに魚な見た目をしておりますけれども、まあ、でもいいね。かっこいいですね。どんな攻撃するんだろうね。めちゃくちゃ攻撃モーションを見てみたいんだけど、まあ、どうだろうね。まあ、今回当たるかはわかりませんけれども、とりあえずやってまいりますか。さあ、ということで早速ガチャの方回していこうかなと思うんですけれども、あ、そっか、今あれか。超激レア確定やってるんだね。まあ、それでも出るかわかんないんだけどね。あ、そうか、待って、消滅都市もやってるのか。消滅都市も回したいんだよな。どうしようかな。まあ、これはまた次回やります。はい。まあ、今回はドラゴンエンペラーズなんで、よろしくお願いします。まあ、とりあえず今回はそんなに回さないかな。まあ、11連か22連かっていう感じじゃないかな。まあ、消滅都市もあるんで、そこまで回さないかなと思いますけれども。でもなんだかんだで猫缶の方もですね、まあ、コツコツ貯めてった回もありまして、9300個ありますので、まあ、だいぶ回せますけれどもね。そう、本当はね、超猫さえ回したかったんだよ。回したかったんだけど、気がついたら終わったんだよね。あれはショックでございましたけれども、まあ、早く回せっていうことでございますけどもね。で、そうそうそう、あと今回の新キャラ以外にも欲しいキャラクターがいるんだよ。それがね、あとどこだっけな、どこ、あ、いたいた、これ、鶴竜グラディオスでございます。そう、このキャラクターもめちゃくちゃ欲しいんだけど、そういえばそう、当たってないのよ、本垢。まあ、サブ垢も多分いないと思うんですけれども、このね、カブトムシみたいな格好すごい好きなんですよ。まあ、このキャラクターもあわよくば来てくれたらなーっていう感じでございます。まあ、その他は多分ほとんど持ってるのかなと思いますけれどもね。まあ、伝説レアに関しては、まあ、っていう感じでございますので、まあ、あんまり考えずにやっていこうかなと思います。よし、じゃあ早速ですね、もう前置きも長くなりましたけれども、ガチャの方を回していこうかなと思いますよ。じゃあとりあえず早速、いきまーす。はい。さあ、ということでどうかな。まあ、とりあえずなんもね、まあ、被るとかだったらもう動画の方はもうすぐ終わりにしようかなとは思いますけれども、まあ、もし持ってないキャラクター売れたら、後半の方を使っていこうかなとは思って、おーはげえよ、ちょっと待って、おい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 、嘘だろお前はえよ、ちょっと待って、聞いてない、ちょっとそんな出落ちは聞いてないよ、嘘でしょ。おいおいおい、なんで口にできものができたから、そういう感じ、あのなんかかわいそうだから出してやるかみたいな感じなのかな。ちょっと、そう、本当にね、なんかここ数日治らないからちょっと不安になって、病院か今悩んでるところだったのに、来たよ、やった来た、ダライヤさん来ましたね。ありがとうございます。いや、びっくりだわ。もう、過去一びっくりだよ。もう、スクショしちゃったけど。はい、ということでございますけれども。じゃあもう、11連でも今回切り上げます。申し訳ないです。はい。まあ、残りの猫缶は、まあ、消滅都市に託そうかなと思いますけども。えい、あ、もう、あわよくばグラディウスも出てこない。もう、そしたらもう、本当にもう、まあ、欲を言い過ぎだけど、もう、最高な割り方にはなるかなと思いますけれどもね。まあ、それは、あ、でも最後に1体出てくるんだよね。そう、確定の場合は一番最後にもう一体超、わあ、びっくりした、貯金ですか。もうグランドン部隊はほぼほぼ多分当たったんじゃなかったっけな。確か。出た気がすると思うんで。だから最後の一体、とりあえず、何か出るか。まあもう別にもう被りでもいいや。もうお魚さん出たからもういいよね。もう満足満足。もう普通に全然満足でございますけれども。
よし、あと何体だ、あともうちょいじゃないかな、もうちょいしたら多分出てくるのかなと。ああバナナね、はい。あれもジュラはどうだったっけ、そろそろあれもプラス、待ってちょ確認してみようか、プラスの方、あまだなんだね。あでもさっきなんかチラホラ出たからこれであれじゃないのかな、プラスマックスになるんじゃない、まあいいや後で確認してみますけれども。さあどうだ、次行きますよ、はい。とおーと、あーびっくりしたまだだ。ってことは次じゃない、もうちょっと数数えてないけど多分次だと思います。はい、じゃあ次行きまーす、はい。とあーなんだよ今回すごいね、お魚天国だね、もう連続で出てきたよ。はい、ということで誰愛さん2体目でございますけども、うわすごいな、なんで2体一気に出てきたんだろうね、よくわかりませんけども、はい、ということで終了でございます。いやびっくりしたわ、今回出るとき出るんだね、しかも2体。じゃあとりあえずちょっと今回のガチャの、内容の方確認していこうかなと思いますけれども、こんな感じでございます。11連の方回しまして、なんか1体、あれちょっと待って、なんか12体になってるけど、これ何なんだろう。あーなるほどね、猫エステか、これあれだね、まだ多分動画の方上げてないからとは思うんですけども、あのレアチケットで購入してまあ、なんかあのにゃらにゃらやる動画多分近々上げると思うんですけど、まあその時に出たけどもネタバレじゃねえか。まあいいや、ということでこんな感じでございますけれども、じゃあとりあえず早速ですね、今回当たりました、リバイアさんじゃねえや、なんだっけ、なんとかさんを、使っていこうかなと、思いますのでよろしくお願いします。もう名前忘れたんだけど、もうリバイアさんじゃないもんな。で、ドラゴンエンペラーズのキャラクターはどの辺だったっけな、ちょっと、あーいたこれでございます、ダライアさんでございます、リバイアさんではありません、はい、ダライアさんでございます。まあ、まさかねもう1体来るとは思わなかったからね、もうプラス1になっておりますけれども、じゃあとりあえず、第2形態の方にさせていきましょうか。その後にですね下のテキストの方ですね、毎度恒例でやっていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ行きましょう、はい、ということでございます。第二形態は海竜王ダレアイソン、ダライヤさんでございます。さらに凶暴さが増したね。あーすごいかっこいいね。いやもう早く攻撃モーション見たいんだけど。じゃあとりあえず今回も毎度恒例下のテキストの方ですね、第一形態から読んでいこうかなと思います。遥か昔に神に使わされ海を支配した伝説の竜族、圧倒的な破壊力で敵を攻撃する。はい、攻撃。超生命体特攻を持ち浮いてる敵と天ダンダン。超生命体特攻を持ち浮いてる敵と天使を遅くするという感じでございます。お次第二形態でございます。荒れ狂う海の力をその身に宿した伝説の竜族、圧倒的な破壊力で敵を攻撃する。はい、攻撃。超生命体特攻を持ち浮いてる敵と天使を遅くするという感じでございますね。なるほど、超生命体特攻でございますけども、だいぶちょこちょこ増えてきましたね、超生命体特攻のキャラクターもね。まだバサラーズのさあれ持ってないんだよね、あの剣持ってるやつ、まああれも近々欲しいなと思いますけれども、じゃあとりあえず早速、使っていきますか。第一形態と第二形態ね、まあどんな感じのね攻撃モーションするのかもちょっと気になるんで、早速使っていこうかなと思いますので移動しましょう。さあということで早速ですね、今回取得しましたダライヤさんの方ですね、まずは第一形態の方で使っていこうかなと思います。コストに関しては6000でございますので、生産できるまでちょっと待ちましょう。よーし、じゃあ早速出してまいりますよ。じゃあ行きます、はい。ということで、おー動いてる、早いおーなるほどね、おかっこいいね、おすごいすごい、何さっきの、もう一回見たいんだけど、おーすごい、あでも魚だね、やっぱ魚だわ動きが、あいやかっこよくないこれ、うわいいね、うわもうなんかなんだろうね、なんか水族館で魚を見てる感覚で見てるんだけど、なんかいいなあ、かっこいい、かっこいいよね、かっこいいし、なんだろうね、かっこいいんだけど、ちょっとペットにしたいんだけど、ちょっと大丈夫かな、あでもいいな、じゃあちょっと次第2形態の方でも見ていこうかなと思います。さあということで、お次は第二形態の方でも使っていこうかなと思います。よーし、じゃあ早速出してまいりますよ。じゃあ行きます、はい。とおーさらにかっこよくなったね、どうだろう、第一形態の変化としては多分色が濃くなって、あれなんかトゲトゲと増してない、なんかさらになんかさトゲトゲと増してるような感じもしますけど、まあ攻撃モーションはあんまり変わってないような感じもしますけど、でもやっぱりかっこいいね、
いやすごいな、もうこのトゲトゲ感、これ痛そうだよね、これね、触れただけでなんかさ、もう出血しそうな感じもしますけども、いやでもかっこいい、いやこれも早くね、ちょっと第3形態どうなるのか、ちょっと楽しみでございますけれども、ということで、まあ、今回の新キャラクターでございますね、ダライヤさんに関してはこんな感じでございました。いや、本当に当たってよかったよ。びっくりしておりますけどもね、いやまあ、この後ちょっと安心して、ちょっと病院に行けるかなと思います。はい、ということで今回はですねこちらでございます、海竜王ダライヤさんということで、まあ、新キャラクターでございますね。まあ、ドラゴンエンペラーズの方で追加されましたのでガチャの方ですねやってみたんですけれども、まあ、無事引き当てることができました。まあ、後半にですね、まあ、軽くどんな感じなのか見てみたんですけども、めちゃくちゃかっこよかったね。まあ、このキャラクターに関してはですね、まあ、超生命体特攻を持ってますので、なんかあれかな、今教習やってるけどビッグペンなんだよね、あれどうなんだろう。まあ、何かしらのちょっと教習ステージだったりですね、まあ、対応するステージにちょっと使っていこうかなと思います。まあ、多分次はですね照明都市の、ガチャの方やっていくのかなと思いますので、そちらの方も見ていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな。